ジオネームパッカーズFM 鹿児島。僕が新幹線で広島駅に着いた時、カープファンのおじいさんが上にユニフォームを着て下はパンツ一丁だったので駅員さんに捕まっていました。カープ男子はパンツ一丁で応援するの主流なんでしょうか。カープ男子じゃないから。カープ徘徊老人。どこの町にもいますね、こういう人ね。いますよね。パンツ一丁ぐらいいいだろうっていうおじさんいるからね。しょうがないな。ラジオラッコフェスティバル。昨夜カープが優勝した後、ニコ生放送の公式で、広島市内を中継、広島市民は全員で叫び踊り肩車をして、その世界観はまるでマッドマックスでした。いい加減な、そんな大敗的な街じゃないわ。あの水がジャーって流れてきて。さあ、キングオブコントね、決勝に、駒を進めましたタイムマシン3号にちょっと電話がつながるそうなので、ちょっとつなげてみましょう。もしもし。あ、もしもーし。もしもし。タイムマシン3号、関でーす。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、俺や。はい。俺や。すいません、どちら様でしょうか。ねえ、お前。はい。俺や。すいません、どちら様でしょうか。亀田光輝や。えぇ、亀田さん、おめでとう。あ、ありがとうございます。どうされました。いや、お前ら決勝やろ。そうですね、はい、残りました。おめでとう。ありがとうございます。うん、はい、気持ち聞かせて。はい、気持ち聞かせて。いや、もちろんそうですね、亀田さんの世界線とは違いますけど、でもやっぱりいや、そりゃそうやろ、すごく素敵な舞台に行けることは喜びです。うん、はい、嬉しい？はい、もう非常に嬉しいです。お前、誰や？タイムマシン3号の関です。関か。関です。関。はい。ズバリ聞くぞ。はい。嬉しい？はい、非常に嬉しいです。ニコニコしてます。最高やな。最高です。相方おるんか？あ、今、はい、います。おい、ちょっと買ってくれ。もしもし、お疲れ様です。もしもし。もしもし。もしもし。あ、タイムマシン3号、山本です。お久しぶりです。はい。わかりますか？五木ひろしさんですかね。ありがとう、よくわかりました。うわぁ、お久しぶりです。どこ起こったの？わかんないよ、これ。いやぁ。お久しぶり、嬉しいなぁ。先日のお電話から随分、ご無沙汰しておりますけど。そうですね、あれから1ヶ月ぐらいで、お盆にお墓参り行ったんですけれども、その後ちょっと横浜に行く時間がなくてですね、ちょっと行けないことをずっと頭の隅に申し訳ないなと思ってたんですよ。いい、今回でもまあ嬉しいお知らせがありましたんでね。あ、そうですね。いや、本当に嬉しかったですよ。似てる？ずっとやっぱり父親が僕亡くなってるんで。似てないと思う。父親が亡くなってるんですよね。はい。あの人は生きていてしまった。いつきさん。あの人は生きていてしまった。いつきさん。もう帰らない。ということでね。いつきさん。あの、ええ。キングオブコントの話ですよね。キングオブコント。はい。はい、すごく初めて決勝に行けて嬉しいなっていう気持ちで、今相方とも喜び合ってましたし、嬉しいですね。はい、またもし優勝をねしたら、はい、ぜひ横浜に一度遊びに来てください。いいですか。はい、あの前回五木さんに、あの黄昏さんホテルの五木さん小部屋コントの話をしたいんですけれども、五木さん、はい。あの前回私もね、昔は随分、はい、コントをやったもんですよ。あんまり聞いたことなかったですけども、やられてたんですか。郁恵ちゃんとかね、桃江ちゃんとか。山本くん。はい、山本です。ちょっと意気込み聞かせてもらえますか。意気込みですね。そうですね。初挑戦なんで、
とりあえず後悔のないようにやりたいっていうのが一番ですよね。はい。ありがとうね。ありがとうございます。ラジオのペケミに、抗がん無知で抗がん大好きな矢口真理ちゃんが東京 MX のバラ色ダンディで坂口杏里ちゃんの AV デビューを受け、こんなこと言ってました。もうびっくりしましたよ、そこ行っちゃったかって、ちょっとショックでした。私が謹慎してた時は AV のオファーは全くなかったんで、まあでも何億積まれても私は AV には出ないって決めてますけどね。お前な、 AV みたいなシチュエーションでパコってたくせしてお高く止まってんじゃねえぞこの野郎。AV 業界だって今やな、国民的アイドルスーパーボディのグラビアアイドルがデビューして群雄割拠してんのにな、今さら雑居ビルみてえな下半身事情の七夕野郎にな、何億も払うほど気前よくねえんだバカだね。マジでバカも浮気も休み休みしろ。俺が2000円払ってやるからよ。バイブより普通にポコチンが好きって歌いながらクローゼットで歌ってろデブ。すげえ、ね、デブではないからね。デブじゃないだろ。ラジオネームエモペ、広瀬すずちゃんに、はい飴あげると灰色の飴をもらい口に放り込む俺だったが、おい何この飴超まずいんだけど、食べられたもんじゃない。恐る恐る手に飴を吐き出してみると、それは飴ではなくダンゴムシ。俺はちょっとすずちゃんひどすぎだよと文句を言う。広瀬すずちゃんはごめんなさい嫌だったよねと俺ではなくダンゴムシに謝るだけ。俺はたまらず、ちょっとこっちこっちと広瀬すずちゃんの肩に手を乗せると、広瀬すずちゃんに虫触った手で触んじゃねえよと俺のこと鞭で叩いてもらいたい。面白いな。鞭で叩いてもらいたいなんで笑ってもらえ。ラジオにもアライグマ、全米オープンのセンターコートで仁王立ちしている俺のチンコめがけて、錦織圭、ワウリンカ、ジョコビッチ、モンフィスの全米オープンベスト4の進出者たちにスマッシュを打ってもらい、その4人の誰のスマッシュが一番気持ちいいか受け比べしたい。せめて女子でやる。なんで男子ね、強い方がいいんだよ。なるほどね。いや俺もゴッドタンかなんかで、ああパンツ一丁で女の子たちにボールを金玉につけてもらうっていうのを夢のような企画やってもらったけど、めちゃめちゃ痛かったな。痛いんですやっぱり。自分の本当やっぱりあの棒の方に当たるとまだあーってなんだけどさ、あたまに当たるとそうですよね。本番中でやっぱり喜ぶ演技してたからやっぱりめちゃめちゃ痛いけど笑ってないといけないしっていう、あれ不思議な気持ちよさだったね。気持ちよかったんかい。ラジオネームエモペ、俺の母親は苦労人だ、女で一つで俺をここまで育ててくれた。そんな母親を少しでも元気づけるために、俺はコンビニのレジへおにぎりを持っていく。ピー、外国人アルバイターがレジの操作を間違えたらしい。すいません、店長呼んできます。どうやら何度やってもおにぎりのバーコードが反応しなかったみたいだ。俺は、あーもういいからおにぎり返して。すると店長らしきおっさんがやってきて、困った顔をしながら俺にこう尋ねる。こちらのおにぎりはお客様が作ったものですよね。俺は我慢できずに声を荒げた。俺じゃない、お母さんが作ってくれたんだ。早く値段つけて買い取れよ。油性マジックにすればよかった。大手製のバーコードはにじんできた。焦る俺、めんどくさそうな表情を浮かべる店長、とにかく謝る外国人アルバイター、そんな俺の日常の一コマ。お母さん、今日も俺は元気にやってるよ。お母さんのおにぎり、プライスレス。怖かった。怖いな、怖かったです。なんか、毎週怖いな、最近。すごい。いやー、どうしよう。面白かったら、エンジェル開けとくか。うわー、ありがとうございます。ラジオネーム、キャンキャン。
おしゃれなトイレって大体チンコ丸見えなんだよな。あね、わかる。そう、隣から結構おしゃれっぽい店でさ、浅い、浅くてな、うん、チンコ丸見えないな、おしゃれな店のくせに。ね、あ、浅いから下に下ビッチョビチョになっちゃった。女子トイレはでもそんな変わらないもんな。そうでしょうね。確かに誰も言ってないあるあるっぽいな、これ。すごい、うん、面白いね、今のな。いいよ、たまにあげとくか、こっちからも。あ、おめでとうございます。パン。じゃあ私平子からいきます、はい。ラジオネーム美和乱調にあり。有吉フォロワー600万人、これは千葉県の人口に相当。有吉イコール森田健作、早起き剣道、クソ野郎。有吉フォロワー600万人、これはパラグアイの人口に相当。有吉のアナルの締まり具合、だらしない、くだらない、ED おちんあい。ちなみに世界で一番多い、KT ペリーは9000万人。 KT めちゃめちゃ歌うまい、有吉めちゃめちゃ口臭い。いつも口臭いって終わっちゃうじゃないよ。さらば涙というもん。ああ、あえてね、待つなよ。漏れた原作やっただけだから。ああ、ああじゃないんだよ。何を体をちょっと揺らして待ってんだ、俺の。What's up? 俺の What's up, man? What's up じゃないよ、新妻行け、ほら。いきますね。ラジオネーム、まなぶ。有吉チンコにイボできて、イボを取ったら産んで臭い。有吉親知らず出てきて、歯が産んで口臭い。有吉アナルに極太マッキー突っ込んで、アナルガバガバアナル臭い。臭い臭いぜ有吉臭い。これじゃ風俗まともにいけない。臭い臭いぜ有吉臭い。風俗上にモテるわけない。臭い臭いぜ有吉臭い。包茎よりも有吉臭い。Hey yo! Yo! これもう完全にいじめだな。これもう完全に、俺自殺したってしょうがないんだよ。いや、まあいじめっちゅうか。こんだけもう必要に臭い臭いって言って。反論の余地もない。弁解もさせてくれないし。フリースタイルなんでね、ちょっとあれ。いや、フリースタイルの、フリースタイルダンジョンだっけ？はいはいはい、うん。あれでこんな歌詞聞いたことない。そんな臭い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 。陰をね、踏んでんじゃないですか？陰、うん、を踏んで。本当？うん。陰踏んでる臭い臭い聞いてるだけじゃないか。モテるわけない。有吉臭い。全部陰踏んでます。うん、いや、こう。はい、ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。またこいつか、おい。どうしておじさんは目が死んでるの？それは地獄を見てきたからだよ。どうしておじさんは余白が多いの？それはただのブスだからだよ。どうして女装で興奮するの？それは性犯罪者予備軍だからだよ。どうしてアナルみたいな顔なの？それはもちろん有吉だからだよ。有吉は汚いアナルだ。アナルがペチャクチャ喋ってら。喋る言葉はうんこのようだ。ズル向けアナルの顔まんじゅうさ。アナルに爆弾入れてコッパみじんになってなあ、よ。アナル、アナル、アナル、お前らアナル好きだな、おい。ああ、どんなアナルしてんだお前ら。ああ、聞かせろお前、ひらこ、どんなアナルしてんだお前。僕のアナルはあは、耳かっぽじてよく聞け。ああ、俺のアナルはまだまだまっさら、何も書かれてないカンバスの要素。お前のような小汚いアナルとは訳が違うんだ。いいか、道端に死んでるモグラの死体をよく見てみな。有吉、お前もいつかアナル。いや、クソの出し入ればっかりしやがってよ。ああ、クソ出してるだけか、お前のアナルは。役立たずのアナルだな、おい。よいよいよいよ。ニーズマかましてやるな。いや、お前のアナルよりは全然いいぜ。俺のアナルの方が綺麗。お前汚い。俺のアナルいい匂い。お前のアナル臭い。絶対俺のアナルに勝るものはなし。アナルいい匂いするのはな、そういう職業の女だけだ、バカ。いや。そういう職業。ちょっとアナルを、アナル麻痺させる塗り薬塗ってな、それと共にな、うん、ちょっといい香りのオイルみたいなの塗ってるからな。薬なんか塗らなくても、俺の。女の人は、そういう匂いがするときあるけどな、うん、普通の男も女もな、アナルっていうのは臭いもんだよ。上のアナルから喋んな。せめて下のアナルで喋ってみろ。いや、よいよいよ、雄弁なアナルだ。
おい、俺のな、上のアナルはな、クソ出し入れしてる。ラップどこ行ったんだよ、ラップ。なんかでもこの前、全然ちょっと違うんだけど、はい、ベルちゃんってわかる？ヒゲガールのベルちゃんっていうのは、太田プロじゃなきゃ今ね。ベルちゃんがおちんちん取る手術、性転換手術してさ、はいはいはい、女性、男性器取って女性器を作るっていう手術したんだって。さあさあ、女性器作りたてだとさ、うんうんうん、閉じちゃうのやっぱほら、ピアスの穴とかみたいに。だからさ、ずーっと、その、まあ、男性器 に似せたものかなんかわかんない、うん、器具があって、うんうん、線みたいな。線みたいな。うんうん、それをね、ちょっとずつちっちゃいのからだんだん大きくしていって、入れとかなきゃいけない。それが結構痛いんだって、ベルちゃん言うには、うんで。そうしないと、ほら、閉じてっちゃうから、うん、普通性行為もできないから、うん、ちょっとずつ、まあ、いわゆるバイブみたいなものだと思うんだけど、それ入れていって痛いんだよって言ってたからさ、俺さ、あれみたいなもんだろうって言って、俺がよく使ってるアナルパールみたいなもんだろうって言って、ちっちゃいアナルから大きいアナルにやっていくとき、なんか痛いけどちょっと気持ちいいもんになったら、うん、よくわかるね。気持ちわかった俺。女性器を作った人の気持ちがわかった。パールの勇気を出せば出すほど痛いけどっていう。ごめんごめん。ちょっと話がそれました。それはすげえそれ方したわ、はい、何アナルパールって。ラジオネームエモペ。ラグビー部の俺は練習の合間に水を飲もうと夜間をつかむと、有村架純ちゃんがちょっと待ってと言ってきたので、俺は待てない待てない、いただきますと頭から水をかぶると、有村架純ちゃんがそれ水じゃなくて灯油よと慌て出す。俺は急いでシャワー室に行こうとするも、タバコを吸っていたカゴちゃんとぶつかってしまう。その瞬間全てがスローモーションになり、俺は壮大なアメージング・グレイスの BGM に負けないぐらい大きな声で、なんていいなとゆっくり叫びたい。もういいだろカゴちゃんの。スペシャル感がある。いつまで言ってんの出演者。ラジオネーム金玉工場長。スカパーが見たくなった俺は中華鍋を屋根にセッティングしていると、スカパーが見たくなった俺は中華鍋を屋根にセッティングしていると、通りすがりの卓球伊藤美誠ちゃんが、おじさん何してんのと話しかけてきた。これな、屋根につけるとよ、卓球の世界選手権が見れるんだよと言うと、すごい私も見たいというので、うるせえガキは突っ込んだろと言って追い返した。セッティングも終わり、家に入ってテレビをつけてみると、1チャンネルだけアニメのチャンネル、アニメのチャンネルを受信できた。その時放送していたのは、おいしんぼのチャーハンの話の神回、炎の主人。これを見て感化されて俺は屋根の中華鍋を取り外し、来る日も来る日もチャーハンを作り続け、いつか炎の主人になり、ふわふわパラッパラのチャーハンを伊藤美誠ちゃんに食わせたい。何のつながりもないねこいつら。滑っていきなりすぎても、狂気だな、ひどいな、ちょっと何の興奮もないよ。わかるってさっき言ってないだろ。以上、ラジオネーム腹減りがち。お、連続か。多分血毛がすごいんだけど、鏡で確認する勇気ないんだよな。でも女性もちょっと思春期になると鏡で見たりな、気になるからって言うよね。男も俺もケツの穴何回か見たことあるな。あ、絶対に背徳感のある格好しないと見れないようにできてるんですよね。それがもうな。それがもうなんかもうグンと硬くなっちゃ う、 そう、簡単に見れないようにできてるんですよね。俺やっぱ背徳感あるポーズすると俺もグンとなっちゃうから、ね、グングンとなっちゃう。一旦ブレイク。なんかラジオネームブルアザーフットオブスティール。アイリスさん、こちら葛飾区亀有公園前派出所、通称こち亀のホームページにて、主人公である両津勘吉の野郎が連載終了および200巻発売に関して、読者にこんなことを言ってやがりました。前人未到の連載40周年200巻へ、ご愛読ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。待て、まだ終わりじゃないぞ。こういう時だけ、最近読んでないけど好きだったとか、もっと続いて欲しかったとか言いやがって、9月17日のジャンプ、こち亀40周年記念号、みんなで読んでくれ、読んでから言ってくれ、200巻も発売するから買ってくれ。
そうだそうだ、さすがだ我らがりょうさん、いつの時代も俺たちのヒーローはあんただけだぜ。過去を振り返れば、友達のために勝ち時き場所を開いたり、同僚の父兄を怪我させた男を見たら警察手帳も役職も捨ててボコボコにしたり、まさに人情を絵に描いたような人柄。最強の抗体両津 GPX で病気知らず、制服姿で賭博行為、タバコや酒を密造、近隣住民に睨まれただけで発砲、警察料で海外のエロ番組をパラボラアントナで受信、仲の悪い父兄に対しては全裸映像を送りつけ、寮にゴキブリを500匹投下、玲子に睡眠薬を飲ませこっそり体のサイズを計測し、リアルドール作成、うんこをかりんとうと間違えて食す、食べ物に関してはうまいともっとうまいしか感想がない、元祖ゴキブリ系男子は永久に不滅、ゲスナーの星亮さん心よりお疲れ様でした。ありがとうありがとうありがとうな、うん、いつも本当にありがとうな、ありがとうありがとうありがとうな、いつも応援ありがとうな、嘘のラーメン、ありがとうな、嘘のラーメン、ありがとうな、嘘のラーメン、ありがとうな、ストップ、嘘のラーメン、ありがとうな、嘘のラーメン、ありがとうありがとうありがとうな、ラーメン禁止、禁止ラーメン、禁止禁止禁止ラーメン、ラーメン禁止、禁止ラーメン、ラーメン禁止、禁止ラーメン、嘘のラーメン、そのラーメン、ストップ、そのラーメン、ストップ、いや、なんかダイエットソングみたいな、ストップ、そのラーメン。